いかにも。おはよう。っていうか、いきなり抱きつかないでよ。え、なんで？恥ずかしい。いつもやってんじゃん。いつも恥ずかしいんだけど。そこは分かってて受け入れるって流れでしょう。それ無茶ぶりだよ。なんだいなんだい。ひなが寂しがってると思って超走ってきたのにさ。あー寂しい。とか言いつつ、話してはくれないんだね。嫌？え？嫌じゃないけど。本当に？うん。そっか、よかった。あやめちゃん、いつも強引なのに、そういうとこ気にしてくれるよね。そりゃそうだよ。ひなの嫌がることはしたくないからね。それにさ、ひなが嬉しそうならそれでいいかなって。そしたら私も嬉しいし。そうなんだ。で、私がギュッてしてたら、ひなが嬉しそうだなって思ったの。うわまたもう、くすぐったいよ。嬉しい、嬉しいから本当に本当、あやめちゃんが嬉しそうだと、私も嬉しい。あー言うね何が？くそー、やっぱ可愛いなもう。なになに？ひなばっかずるいんだよ。だから何が？ほら、好きな子にはさ、自分のこと可愛く見せたいじゃん。これじゃあ私ばっかひなのこと好きになっちゃうよ。あやめちゃんはそうやって好きとか可愛いとか普通に言えちゃうんだよね。もっとくっつく。いや、ちょっと重いもうちょっと。いや、はい、ごめんなさい。そこを通してもらってもいいかしら。あ、やば。すみません。校門の前だし、さすがにこんなところで騒いでいると周りの迷惑よ。仲良しなのはいいことだと思うけれど、なんだか注目されているみたいだし。あ、本当にすみません。気をつけまーす。ええ、それじゃあね。あ、恥ずかしい。ごめんごめん。いやー、でもさ、まゆ先輩いいよね。美人だし優しいし、めっちゃモテそう。ダメ元で告りに行く男子の気持ち、わからんでもないよね。あやめちゃんは、その、椎名先輩みたいな人に憧れたりとかするの？ん？いやー、どうだろうね。女子力あやかりたいなーとは思うけど。あやめちゃんは、そのままでいいよ。え？え、何？ああいうの私には似合わない？いや、知ってるけど！そういうことじゃなくて、私は、今のあやめちゃんが一番あやめちゃんらしいなって思ってて、そんなあやめちゃんがいいなって思うから。じゃあ私らしくなくなっちゃったらもう好きって言ってくれない？うん、そんなことはないけど。なになに？ひなに好きって言ってもらえないのは嫌だから、このままでいいや。あやめちゃん。で、私の足りない女子力は、ひなにフォローしてもらう。またそうやって。その好きは、あやめちゃんが思ってる好きとは違うんだよって、今すぐ言えたらな。さっき、抱きつかれた時なら、あやめちゃんの耳元が、すごく近くにあって、それで、ひな、私の顔なんかついてる？え？なんでもない。なんか言いたそうな感じだったけど。あやめちゃんはすごいなって。何が？ずぶとさ。言いたいことすぐに言えちゃうんだもん。私はそういうの苦手だから。そりゃ、言いたいことはあっても、ちゃんと言わなきゃ伝わんないからね。それがたとえ、どんな関係でもさ。
あのね、私たちね、私たち、その親友だよね。あ、やば、幽霊なった。行こう、ひな。そうだね。ほれ、走れ。ちょっと、待てよ。おい、ひな、で。ほらほらほら、ちょっと、カバン、大丈夫？大丈夫。あやめちゃん、早いよ。遅い。あやめちゃんの手が、しっかりと私の手をつかむ。二人で走り出すときは、いつもこうやって手を取ってくれる。初めて会ったあの日から、ずっと。